中年オタッキーです。とうとう夏になりましてね、むちゃくちゃに暑いのでまあエンジンかけたままねちょっとやらせていただきます。今日はこのカメラのね、紹介、以前ねそのヤフーオークションで、入手しました、ゾルキー、これ 3C って書いてあるんですけど、これキリル文字なんで3、これで 3S って読むらしいです。このゾルキー 3S に、ジュピター8ね、これもねソビエト連邦製、どちらもソビエト連邦で製造された、カメラとレンズ、この組み合わせでね写真を撮ってまいりました。それでは動画スタートしてまいります。このゾルキー 3S なんですけども、製造されたのが1955年と56年らしいです。昭和30年と31年ぐらいですか。その割にはね今回仕入れたこの、個体すごく状態がいいものですけどもね、ヤフーオークションでねこのレンズがついてジュピター8がついて、落札価格6001円でした。結構ねいい買い物だったと思いますね。ジュピター8結構人気があるんでね、それでね、ゾルキーっていうそのカメラメーカーっていうのかな、まあ、ソ連のね、KMZ っていう工場で作ってたみたいなんですけども、この工場がですね、ドイツのそのカールツアイスの工場の設備を、無理やり持ってこさせて作ったらしいんですね。で、まあ、こうその生産を始めたんですけど、なんか諸説ありまして、1回目の移送の時はその移送する際にいろいろ設備とかその機材とか盗難にあって結局できなくって、もう一遍ドイツでその機材を作らせて運ばせて、カメラ工場を作ったということですね。で、それはまあ説ですけどね、はっきりしたことは分かんないですけど、でライカ、最初はねもうライカ2のコピー、完全コピーで、ライカのボディにゾルキーってね上に書いてあるだけみたいな感じのねカメラだったみたいです。で、マウントのねその合わせのところが紙で作られてたりとかね、結構ねとんでもないね構造だったみたいですね。で、このゾルキー 3S なんですけど、ゾルキーがね完成形、このちょっとね上の部分が盛り上がってるのがゾルキーの特徴ですけどね、これ完成形になってきたのがこの 3S あたりからになってくるらしいです。で、まあね、シャッタースピードはね、1000分の1秒からバルブまであるんですけど、これが非常にね特徴的でね、まあ、ゾルキーはみんなそうらしいんですけど、このフィルムを巻き上げする前にシャッタースピードを調整するとカメラがおかしくなるらしいですよ。だからねこれフィルムをまず巻き上げてからこのつまみをねよいしょって持ち上げながらねシャッタースピードを調整するんですよ。でこれ精度が出てないんでね、こうちょっとうまく収まらない時あるんですよね。まあ全体的にねこれもうソ連の技術者が作った 3S はもう完全にソ連の技術者が作ってるんで精度はもういい加減ですね。シャッタースピードはね、まあ本当にスピードを調整すればちゃんと出るんだろうけど、このカメラは相当シャッタースピードが遅くなってます。まあね、そんでね、写真を撮ってきたんですけども、これがね、まあ、あんまりね、いい写真が残ってないんですね。その説明はちょっと後からしますけど、このように、ちょっと曇りのね、日のね、もう、今年梅雨が長かったですからね、曇りの日の写真、これはね、ちょっと天気がいいんですけどもね、このようにね、天気がいいとね、バリバリのね、解像度で、撮れてます。これ、もう一遍ね、カラーで撮りたいですね。このようにね、半分逆光になっているようなところでもね、コントラスト崩れなくね、なかなかいい感じに仕上がっています。これもね、すごくね、シャープな絵になってますよね。で、今回のね、そのサプレを撮ったこのレンズ、ジュピター8なんですけどもね、これね、ライカ L マウントなんで、これスクリューマウントなんで、ぐるぐるぐると、回して外すんですけどもね、どうやらね、中身はね、カールツアイスのゾナーらしいです。もうゾナーの完全コピーらしいですね。で、このジュピター8の、この指掛けね、ピントリングの指掛けがついてるモデルは、前期初期って言って、この前期初期はドイツ人の技術者の指導のもと作られたらしいです。
ちょっとレアものになってくるらしいんですけど、もう本当にね、僕これ6000円で買ってこのカメラとレンズこれでよ、6000円で良かったのかって超幸運でしたね。で、もう精度がね、もうとにかくね、この間ののライブですか、ライブでもう説明しましたけどね、もうとにかくね、感触が素晴らしいですし、指標とかのね位置もバッチリ決まるんですね。ほんでレンズキャップをねつけてね、逆さでねこう振ってもキャップが落ちないです。ほら落ちないでしょ、いくら振っても落ちない。でもスパッとはまるし、スパッと取れる。とにかくねものすごく精度が高くなってます。やっぱね、そのカールツアイスのね技術者がね指導して、作っただけはありますね、このレンズ、素晴らしい仕上がりになってます。でカメラの方はというと、これカメラの方はね精度は本当にねいい加減で、さっきも言いましたけどシャッタースピードダイヤルのね収まりが悪かったりとか、あともうこのフィルムの巻き上げがねもう指が真っ赤になるぐらい重たかったです。で、まあ、このカメラはねそのシャッター膜がね焼けてたんですよ。レンズをつけてキャップをしないで日が照ってるところに置いておくと、この布膜のライカシリーズとか、ライカマウントっていうのはねこのシャッター膜がねレンズの虫眼鏡効果で焼けちゃうんですね。で僕のはどうしたかっていうと、以前も説明しましたけども、マスクのね、不織布を切り取って黒く塗って貼り付けました。不織布ってね目が細かいんで黒く塗ったらね遮光剤に十分になるんで、ね、このシャッターにね穴が開いてるのはこれで十分補修できます。綺麗に、結構ね綺麗に、補修できました。糊でつけたんじゃなくて汎用ボンドを使って、両方に塗って乾いてから貼り合わせるタイプのボンドで付けました。まあそんなわけでね、これ幸運にもねジュピター8付きのねドルキー 3S を、まあ、安い価格で仕入れて写真撮ってきたんですけど、作例がね枚数が少ない理由っていうのはね、パソコンが実は壊れましてまあ、ツイッターをねチェックしてる、僕のツイッターをチェックしてる人は知ってるんですけどね、パソコンがね壊れまして、スキャンもできないし転送もできないんですね今、でフィルム写真を、今デジタル化することが不可能になってます。ちょっと動画を作るのにピンチなんですけどね、もう一本動画作れます。キャノン A1 の、作例は取り込んで転送してるんですよ。だからもう一本動画を作るんですけど、パソコンどうしようかなと思ってるんですね。誰かねハイスペックなパソコンタダでくれませんかそんなうまい話じゃないだろうけど、予算がないんですよね。でも、持ってるカメラを大半売却して新しいパソコンを買うことになりそうです。まあ、息子のパソコンがねメモリ乗っけると16ギガまでメモリが乗っかる、シビはセレロンなんですけど、しばらくはねそのパソコンでちょっと、動画を作ってから、まあそのずっと息子の場合パソコンをね使うわけにいかないんで、息子も使いますからね、結構その画像処理をやってると長時間、パソコン使うんでね、まあ1回2回ぐらいですかね、なんとかしなきゃいけないですね、ちょっとピンチではあります。はい、今日のね、カメラ紹介の動画ちょっと最後わけわかんなくなりましたけど、こんな感じになります。これねこのカメラを使ってちょっと本当にねライカが欲しくなりました。まあ、カメラはあれどうでもいいんですけど、レンズがねこの感触ね、多分ねこれドイツの匂いだと思うんですね、このスムーズなね動き、でね映りもいいですし、これねこのカメラはちょっと撮るのが大変なんですね。まずファインダーの中に目ん玉入れなきゃいけないですし、まあ、そんなわけで今度このレンズを、キャノン7につけて、一面カラー写真を狙ってみようかなと思ってます。はい、今日の、カメラ紹介はここまで、ここから先はね、いつもの視聴者様の作品紹介になってまいります。視聴者様のね、作品のコーナー、トップバッターはガメラさん、タイトルがね、ご神木、カメラがミノルタのアルファ7000、レンズがね、AF3570F4、
フィルムがコダックカラープラス200で撮影したということですね。カメラの北村でね、ジャンクボディ200円、ジャンクレンズ200円、合計税込みで440円でゲットしたカメラということでね、グリップはもう加水分解でボロボロだったので本革に張り替え、液晶も漏れなく、機能的には全く問題ない極上でしたということですね。写真なんですけどもね、これ御神木というタイトルの割にはあの地面が結構大きく映ってるんで、もうちょっとね見上げる構図にしゃがんだりしてね、うまいことこう工夫して見上げる構図にした方が面白かったのかもしれませんね。レンズはやはりねシャープですね。この3570の F4 ね、素晴らしい、以前もね紹介しましたけど、素晴らしい写りになっております。はい、ガメラさんありがとうございます。次はねテラーさんの作品、2枚、1枚目が、3兄弟、2枚目がね餌を求めてということで、カメラがねローライ35、フィルムがねコダックカラープラス200です。でね、あの1枚目特に印象的なんですけどね、もうこれ完全に同じポーズのねひまわりがね本当に3兄弟って感じですよね。まあ、2枚目もねあのいい写りなんですけども、ローライ35のねテッサいい写りなんですけどもね、このひまわりの写真残念ながらね曇りなんですよね。僕もねそのひまわり今年撮ろうと思って、でもずっと曇りとか雨で、写真撮ろうと、まあ、ようやく梅雨が明けた頃にはもうひまわり枯れちゃっててね、今年はひまわりの写真なしになってしまったんですけど、まあ撮ろうと思ったらねこんな感じの曇りの写真になってしまいますよね。残念ですけどね、これ晴れてたら最高の写真だったんですけどね。はい、テラーさんありがとうございます。次はね一都市九さんの作品2枚、1枚目がね銀行にて、2枚目がねミゼット2ということで、カメラはニコン F2 フォトミック、ニッコールオート 50mmF1.4 コダックカラープラス200で撮られているということです。写真なんですけどね、1枚目はねもう完全な日の丸構図、せっかくねいい被写体があるんでね、もうちょっと構図を変えたらよかったんではないかなと思いますね。で2枚目もね、工夫してるのは工夫してるんですけどね、ミゼット2もっといい角度で撮れますよ。まあ実は僕もね車の写真とかバイクの写真実は苦手なんですけどね、動いてるのは得意ですけど止まってるのは苦手なんですよ。上手な人本当に上手に撮るんですけどね、まあ構図をねいろいろねぐるぐる回りながら研究してねかっこいい角度で撮りましょう。はい、一度しげさんありがとうございます。次はサムライジャパンさんのね、写真2枚、1枚目がね清まりたい人々、フェンタックス K1000SE、富士クロムベルビア100、2枚目がね祭りのない夏、コニシロックパール3、富士クロームプロビア100期限切れということですね。でこの1枚目なんですけどね、これぞねフィルム写真の真骨頂ということでね、激アンダーで撮ってね非常に印象的な写真になってます。この写真はね次回からタイトル画面にさせていただきますね。で2枚目の写真なんですけど、2枚目の写真はねなんてことない写真なんですけど、これタイトルがいいんで印象的な写真になってます。これぞねタイトルのねマジックっていうかね、祭りのない夏っていうだけでねなんかねこう印象的になるんですね。これただ神社をね撮ってるだけなんですけど、タイトルの力っていうのはすごいもんですね。はい、サムライジャパンさんありがとうございます。次はね野良旅人さんの作品、2枚でね1枚目がねスズメの行水、2枚目がねトンネルを抜けるとっていうことですね。これ2枚ともねカシオのエクシリム EX100F、コンデジで撮ってるということですけど、素晴らしい写真になってますね。特にスズメの行水なんかね、これよくこれコンデジで撮れますね。2枚目もねこれもうほんとタイトル画面にしようか随分悩みました。タイトル画面にしなかった理由はフィルム写真かデジタル写真かということで、もうトントンだったんですけど、フィルム写真の方をね選ばせていただきました。すみません。どちらもね素晴らしい写真だと思います。野良ダビッドさんありがとうございます。次がここまでかな今日は。1,2,3,4 ここまでですね。はい、次はね俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナーですね。今日は野良旅人さんの俺のカメラ、カシオのエクシリムです。
FCM ですね。これ5台もね、映ってるんですね。左上がね、GZE1、左下が FR100L、真ん中が ZR200、右上が ZR4100、右下がね、EX100F ということでね、それぞれね、こう、いろんな特徴、対衝撃50メートル防水だったり、10メートル防水分割カメラだったりね、ハイスピードカメラだったり、広角19ミリ搭載自撮りカメラだったりね、28300F2.8 レンズ搭載だったり、こんなにね、もうコンデジのことね、全然知らなくて、こんないろいろ種類がね、カシオのエキシリムだけでもあるんですね。いやー、面白い。ただね、カシオね、カメラ事業から撤退してしまいましたよね。まあ、野田旅人さんによれば、メンテナンスサービスは継続していて、安心して使っていますということですね。まあ、時間の問題かもしれませんが、注釈付きですけど、これね、コンデジ5台、一気にね、紹介していただき、ありがとうございます。はい、今日の俺のカメラはここまで。次はね、やった、やっちまったのコーナーになります。やったやっちまったのコーナーですね。ガメラさんのね、やったやっちまったコーナー、これやったですかね。先日の動画でミノルタ XT をゲットされたオタッキーさんに刺激され、私もヤフオクでゲットしました。ジャンク出品でしたが、通電ありとのことだったので直せそうと思いポチッ。競合者もなく3000円で我が手元に、露出系振り切りでシャッターもビート機械式100分の1のみでしたが、分解して感度設定ダイヤルの接点を重点的に清掃、バラしたついでにファインダーやシャッターダイヤル接点も清掃してやったら見事に復活。露出もね、概ね合っております。レンズも MD6 コール 50mmF1.4 でカビや曇りもなく絞りも良好なバリモンでした。まさにやったでした。撮影した作品も投稿しますので、よろしくお願いします。いや、これね、そのカメラのね、分解して、調整したの大変だったかもしれないですけど、レンズ付きでこの値段は安いですね。まさしく、やりましたね、ガメラさんね。はい、投稿ありがとうございます。今日の動画は、こんな感じですね。で、パソコンが壊れたっていう話なんですけど、一部の視聴者の方からね、ちょっと、マザーボードと CPU 使いますかというね、申し入れがありまして、今ちょっと調整中ですけどね。まあね、ちょっとパソコンがないと何もできないんで、で、僕のね、パソコンはね、そのオペレーションシステムがね、Windows 7から Windows 10にアップグレードしたやつになって、で、バックアップディスクがないんでね、OS とかも買わなきゃいけないなって感じになってきてます。まあお金がかかりますけど、またね、不安の修理が遠のくか、カメラをたくさん売るか、ちょっとよくはわからないですけどね、できればね、早急にね、作業して、動画を継続していこうと思ってます。はい、今日の動画はここまで。また次の動画までね、お待ちくださいね。まあ最後まで見ていただきありがとうございました。この動画ね、私の動画高評価コメントに支えられております。ぜひぜひね、高評価も本当にポチッと押すだけなんでね、高評価の方お願いします。あとコメントね、暇な方、何か感づいた方、意見がある方とかね、ありましたらね、コメントの方もぜひお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。